はい、どうも、フランクです。えー、とですね、今回も転職貧乏の実態ということで、えー、僕自身のね、えー、現状をですね、あの、公開していきたいと思います。で、それで、えっ、ー、と、まあね、前回の動画は何だっけうん、今ちょっとね、動画が遅れてるんですけど、とりあえず、えっ、ー、と、確か8社目、8社目のブラック企業を1日無断欠勤したことによって、えー 起きた損害賠償金、えー、16万7,300円だったかな確かまあねそうそれが請求された後の、えー、現状のお話をねしていきたいと思いますでとりあえずあの前の動画ね見ていただいた方がいいかもしれないですね前の動画を見ていただいた後に、えー、こちらの動画をね見ていただければ、えー、現状どうなってるかよくわかると思うんで、えー、そちらの方まあよかったらご覧ください。 えっと、まぁ、あ、URL でも貼っとこうかな。うん。めんどくさいけどということでえ、今回公開するのは、えー、その8社目のブラック企業の、えー、給料明細ね、なんとね、今回はたまってます。えー、2ヶ月分、うん、2ヶ月分、えー、公開したいと思います。で、まず公開する前に、まあ、いつも通り前のき長いんですけど、 あの16万7300円の請求された後にどうなったかというと、まあ、社長に電話して話し合って、実際事務所に行って、ことを取りました、えーと。その損害賠償金16万7300円というのは、えー、民事上のものになるので、えー、こっち側が断る権利があるんですよね。一切お金は払いませんよって。うん で向こうが不満だったら、向こうが裁判を起きて、おこあ裁判を起こして、えー、弁護士呼んでみたいな感じの民事上の裁判になるんですけど、まあ、向こうはそこまでしなかったんですよね、最終的に。ただ、ちょっとね、僕自身もね、最後まで押し切れなくて、本当だったら全額ね、払う気なかったんですけど、えー、なんと1万4000円だけ払ってしまいました。ってことで説明していきましょう。えー、っと、 まずね、まずは、えっ、ー、と、8月分の給料明細見ていきましょうか。8月分。8月分。ちょっと待ってね。なんか違くね。これ絶対間違えてる。8月分じゃねえよ。これ6月分だよ。6月1日に入って、えっ、ー、と、松締めの 次の月の末払いなんで、これ6月分、六月働いた分の、これ書いてあるね、お給料でございます。上のこれはね、多分間違えてる、社長が。6月分の給料、これが7月31日に払われる予定だったんですが、これが未払いでした。えっ、ー、と、じゃあ見ていきましょうか。えっ、ー、と、こちらね、稼働日数、22日出勤、基本給15万4千円です。 で、出勤手当とかね、あの、交通費とかするのはありません。で、特別給とかもないし、能力給とかも何もない。えっ、ー、と、支払い総額が、えー、15万4千円、ぴったんこ。で、これで15万4千円です。で、さすが、えー、ブラック企業だからかな。うん。社会保険ありません。で、皆さん、これね、給料、 これ見てどう思うか、高いと思うのか、安いと思うのか、どうなのか分かんないですけど、まず、まあ、手取りで15万4000円もらえましたと。うん。だけど、よくよく考えてください。社会保険がない。これ実際社会保険だったらいくら,いくらなのかって言ったら、もうおそらく多分12万とか11万の、 世界になりりますね手取りが稼働日数22日出勤して15万4000円で社会保険なし社会保険とあと住民税も引かれてない住民税と社会保険とか所得税とか引かれたらおそらくこれ多分12万もっといくな11万ぐらいかなうん手取り11万円台か十何万円台だね どう思います。まあ、社会保険ないし、所得税もないし住民税も何もない。ただ、15万4円。ポンと渡されるで22日出勤週休2日制ですね。で15万円。まあ、これは手取りまあ実際に引くもの引いたとして考えたら、まあ学的には11万円とか10万円台の、えー、手取りリー9。テの給料になります。 どううでしょうかこれね、みんなどう思うか分かんないけどで、ちなみにですよ、これ8時間労働ではないんですよ。実は僕自身、12時間から15時間の労働をしてるんですけど、1日あたりね、残業代が一切出てない。うん、でそもそもだ、残業手当の項目がまずない。でも腹,腹から、ね、もう残業は一切出しませんよっていうのをアピールしてますよね。 っていうようクソみたいな愛です。ちなみにだ、だこの雇用保険もねえじゃん。やば。<laughs> どんだけやばい会社なんだよね。で、これが僕自身の,あのバカみたいに一生懸命頑張ったのに、残業とかいっぱいしたのに、この給料、クソみたいな給料です。これね、これなんですよ、これ。うん、これがひどすぎる。多分ね、僕以上にね、超えるね、ブラック企業の人はね、ほとんどいないと思う。 で次も一個次の月の給料なんですけど、はい、こちら、さっき15万4000円だったんですけど、次の月ね、なんと10万5700円の給料です。まあ、これを説明していきますと、えー、と1日だけ無断欠勤しましたと。で、 それで損害賠償金が16万7300円だっけ出たんだけど、うん、実際ねあの、話し合った時に、いくら払えるんだったら、だから払う気なかったけど、まあ、とりあえずじゃあいいよ、欠勤した分だけは出しますよみたいな感じで言って、じゃあ1日分7000円というだ,だったんだけど、なんか分かんないけど、2日分、1万4000円分引かれた謎。 でそもそもだ、こんだけ給料安いのに、なんでそんな損害賠償金払うのやって。もう生活できねえ、アルバイトで安いからね。で、稼働日数が19日なの ?19 日少ないのかなこの 1>, 1日無断欠勤したとしてそもそも無断欠勤して日数分引くっていうのがまずおかしいなぜかというと月給じゃなくて日給だから出た分しかもらってないのになんで引かれなきゃいけないのか分かんないはい基本給13万3000円出勤のあのねあの交通費なし特別給なし能力給なしえー、と無断欠勤により10%減給って書いてあるね で、所得税なし、雇用保険なし、<laughs> やーば、マジやばい。で、欠勤の保証金で、なんか1万4000引かれて、えー、総支給が11万9700円だけど、え <laughs> もらった金額が10万5700円ってね、これはやばい。どうでしょうか。えー、これ自身が僕自身の、えー、あの、最強な、何 企業だと思ってます。たぶんね、ブラック企業って言ってもね、ここまでブラックはまずないだろう。僕、僕自身を超えるやつは、たぶんほとんどいないと思う。うん。だって12時間から15時間労働したって残業代一切出ないんだからね、1日8時間労働って考えてさ、1日何時間労働して、残業してんだよって話じゃん。やばくないっすか、これ。 これ自身が僕自身のあのね、給料でございます。これ所得税どこ行ったんだよ、所得税。雇用保険とかで。待てよ。社会保険、社会保険入ってない会社って、まあやっぱブラック企業だから定番であるんだけど、雇用保険も入ってねえ会社ってあるのかよ。これやばいでしょ。まあ多分、多分これを超える会社ないっすよ、マジで。うん、完璧に。 <laughs> ひどいな。たかが、たかがさ、一日さ、無断欠勤しただけでさ、16万7300円のさ、損害賠償とかどうやって出るんだよって話。これ、くすでしょ。ひどすぎるぞ、この給料。ってことで、今やばいんですよ、現状が。これ。ひでえね、この給料。ってことで、まあね、この動画見てどう思うか、皆さんもね、コメントください。 まあこれ以上ね、ブラック企業のやつはいないと思う。僕のこの給料明細よりもっとひどいやついたらちょっとコメントください。俺の方がもっとひでんだぞみたいなのがあれば、ちょっと聞いてみたいなと思って。まあ多分これを超えることはまずないと思う。個人的には <laughs>。これはひどい。普通に時給制限のアルバイトした方がいいわ。はい。ということで、えー、今回はね、ちょっとね、長くなっちゃいましたけど、これがね、僕自身の、えー、給料明細です。 何も惹かれてないやばいぞこれはちょっとってね。ってことではい、えー、今回ねこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。